私が話さなくちゃいけないの？天才の時間は大切なんだから、今回は特別だよ。私は里見トーカー。宇宙に関する分野では結構有名で、本も出してるよ。あとお家が医療関係のグループだから人体にも詳しいよ。知りたいことがあれば聞いてもいいからね。人と人が出会う確率ってとーっても低いんだよ。だからこれは運命的な巡り合わせかもしれないね。私は里見トーカー、よろしく。わあ、魔法少女の成長にもホルモンみたいなのがあるのかな。私、魔法少女的には大人だよね。だってすごく強いもん。私の話をしてもいいけど、代わりにあなたの未来をちょうだい。私はね、宇宙のすべてを知りたいんだよ。成り立ちからどんなもので構成されてるのかも全部、いつかきっとわかるよね。宇宙を知ることは人類を進化させることなんだよ。ある意味、アカシックレコードを紐解いていくのに似てるかもしれないよね。魔法少女の歴史が流れて人類が進化する中で、犠牲っていうのはつきものだったと思うんだよ。だから宇宙を知るのにも犠牲は必要だよね。465億光年の彼方にまた一歩近づいたよ。私、成長したのかにゃ。もともとすごいからわからないのかにゃ。おじさまは私の才能をすべての人のために使ってほしいって言ってた。少しはそうなれたのかもしれないけど、難しい気がするよ。パパ様は言ってた。才能は有限だから最大限発揮できるようにしなさいって。だから私はね、切り捨てなくちゃいけない時はそうしようって思ってるの。だって、こんなにすごい力を持ってるんだもん。まあ、遅いよ。私より遅れてきたんだから、わかってるよね。今日は罰として、荷物を全部持ってもらうから。いつもね、結構早く目が覚めちゃうんだよ。まだ出かけるまで時間もあるし。天文台が取ったデータでも見ようかな。うん？お昼ご飯は一人だよ。他の子と話しても面白くないんだもん。今はゆっくりと本を読む時間だから、おしゃべりしないでよね。日が暮れて魔女の時間になると、キューベイを思い出すよね。宇宙の話を聞きたいんだけど、今はしばらく我慢かにゃ。うんにゃ、眠くなるのは、脳内のタンパク質のせいなんだよ。はあ、もう無理。寝る。クマさん抱いて寝る。やっぱり、本当のことを知ったら、誰も魔法少女にならないのかにゃ。人によっては健康になるし、むしろお得感があると思うんだけど。一緒に魔女狩り？ああ、それならこうしよう。私は頭脳派だから、作戦を考える役。適材適所だし、完璧でしょ？果てなしのミラーズは、あまり行きたくないかも。コピーを取られちゃうし、私が二人いるとか、考えただけで気持ち悪いもん。里見メディカルグループは、私のパパ様が社長をしてるんだよ。だからお金もいっぱいあるし、入院してたのも系列の病院なんだ。スマホの調子が悪いなら、
私が直してあげよっか。プログラムとかわからないけど、少し勉強すればすぐに覚えられると思うから。む、ちょっと今考え事をしてるんだから邪魔しないでよね。天才の邪魔をしたら1秒1万円の罰金っていうのが世界のルールなんだよ。え、いないよいないよ、絶対にいない。着ぐるみの中に人なんて入ってません。そういうこと言うのは禁止だからね。もう入院してた時は全部味が薄かったからね。外の食事って全部しょっぱく感じるんだよ。そのうち美味しく食べられるのかな。ねえねえ、今度市内の大学で教授と対談するんだよ。公開じゃないけど雑誌に掲載されると思うから、よかったら買って読んでみてね。実はおじさまが行方不明になっててね、どこにいるかわからないの。出版前の原稿だけ残してどこに行っちゃったのかな。ネムは空想してありえないことばっかり言うけど、ちゃんと現実を見てて私より冷静だからね。いつも頼りにはしてるんだよ。行くよ、全宇宙のエネルギーと一緒に。さすが私だよね、えへん。うんうん、いっぱいアドレナリンが出てるね。頑張ったと思うよ、お疲れ様。じゃんけんで負けたら言うことを聞くってルール。それじゃあ私はチョキを出すからパーを出してね。いくよ、じゃんけんパー。